DJ マシャワールド。平成28年6月10日金曜日放送第35回、こんばんは、 DJ マシャです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も DJ マシャワールド元気に始めていきたいと思います。今週の気になった出来事なんですけどね、いきなり気になった出来事が音が聞こえない真っ暗闇の中で放送してるような感じなんですけど、はい、ですね、はい、そんな感じの DJ マシャワールドなんですが、今週ですね、まあ、気になった話なんですけど、ですね、ガスコンロじゃなくてね、あのオーブントースターなんですけど、なんかあのものすごい勢いで焼けるオーブントースターっていうのがテレビで見たんですけどね、これ実は僕ガスコンロでね、焼いてたんですよ。魚焼きのところでパン焼いてたんですけど、なんかこれ電気でこんなことできないかなと思ってね、やってたらね、なんか先越された感じがしますね個人ではなかなかオーブントースターってのは開発できないんですけど、はい、なんか悔しかったですねはい、続きまして、あとですね、明日なんですけど、リューティーさんのライブがありますね。すごい、ティルルっていうところでやるんですけど、こちらのね、リューティースーパーライブ明日、ありますけどね、聞いてる方、何名行く方も多いかとは思うんですけど、はい、とても楽しみにしております。今週も DJ マシャワールド、よろしくお願いします。そして本日は、ゲストさんに、シベリアンスカンクさんを迎えております。はい、今日はですね、ちょっとメールのコーナーお休みして、まあ、シベリアンスカンクさんへのメールメッセージね、お願いしたいと思ってるんですけどね、メールどうですかね、ちょっと今日少ない感じがしますねテーマじゃないから送りにくいかな。はい、ですね、そういう方とか各コーナーがありますので、コーナーにメールを送ってください。はい、じゃあいきますよ。本日もやります、期間限定お試し企画、いくぜ4本立て。まず1本目、オーライ作詞しましたよんのコーナー。あなたが思う熱い歌詞、俺が書くならこの歌詞だっていうのをまとめて送ってください。時間の関係上1番だけで良いです。これメール来てないかもしれないな、これいきなりボスかもしれませんね。はい、続きまして、オーライセクシー川柳。なるべく記号を交えたセクシーさがにじみ出る官能的な投稿を待っています。まあ任せますけどね、どういう風にするかは。はい、次、オーライモノマネ募集。 DJ マシャに何か思いついたモノマネをお願いしてみましょう。必死に答えてくれるはずです。次、オーライ死にうっさうっさハッピーバースデー。誕生日の方がいたら、メールかツイキャスで教えてください。それでは今週もツイキャスやメールでご参加お願いしたいと思います。メールアドレスは djmasya@fmginoman.com ですね。はい、そしてこの番組のコンセプトは応援番組です。ゲストさん含め、DJ マシャも熱く応援してください。よろしくお願いします。はい、ではそれではこの番組の提供は、バイクの格安バッテリー販売&長期保証やってますの 2x4 ステーション。司会のお仕事大変興味あります、命がけで取り組みますので誰かお仕事くださいの DJ マシャの提供でお送りします。それではここで1曲お届けします。シベリアンスカンクでリスタート。これカメラ遠いな、バックした方がいい。バックするカメラ、バックした方がいいな。バックして、後ろからちょっと全部映せるように、それか角度こっちにするか、これ広きに相談した方がいいかもしれないね。はい、どうぞ。どうぞどうぞ。はい、これ伸びない、これ、うん、終わり角度で攻めてください。よいしょ、から回してもいいですか。全然大丈夫です。短いね。俺このハレンチの曲超好きなの。はい、これツイキャス、ああ
チャララ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 これでツイキャスが来るんですね。オーライって言った、オーライって、オーライ僕が広めたのよ。ラジオちゃんとミーカーでしょ。ミーカーがしょっちゅういじくってくるね。リスナーだからラジオの。音大きくない？大丈夫です。大丈夫？はい、ゲスカさんありがとうございます。はい、坂健さん、オーライ。画面大丈夫？ツイキャス。はい、画面。じゃ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 ん。オッケー。オッケー。これでいきましょう。ユーストの画面は大丈夫？ユーストの画面。ユースト大丈夫？ユースト大丈夫だよね。うん、大丈夫です。はい、じゃあ、マシさん髪を切りました。はい、ありがとうございます。幽霊しかった。はい、はちみつ一家さんありがとうございます。はい、キッシーありがとう。キッシーなんかメールした？君のメールがないと寂しいな。はい、ありがとうございます。わ、今日はもうギャラリーさんたくさんいますね。嬉しいです。はい。はい、カズさんありがとうございます。ジュンタ君、髪の色変えたんですね。誰か分からなかった。はい、あ、今ってこれ、みんな聞こえてるんですか？このツイキャスは音楽。このツイキャスの皆さんも聞こえてるんですか？あ、そうなんです。ツイキャスの声も聞こえてます。シベスカファンです。こんばんは。はい、エミリさん、ありがとうございます。こんばんは。今日ツイッターでね、告知してますんで、その、リスナーさんが来られてますね。こんばんは。はい、七助さんありがとうございます。すごいですね、ファン多いですね。いや、意外とみんなあれですね、夜更かししてますよ。夜更かしてる。禁止起きてるじゃないの今日。意外と夜更かししてくれてますね。はい、由美子さんありがとうございます。純太さん、色変えたんですかって来てますね。そんなに。はいはい、MC さんこんばんは、しべすかのファンです。あ、今日すごいね、しべすかのファンさん多いね。挙手挙手、みんな夜更かしありがとう。はい、すごいすごい。ありがとうございます。あ、いや、まだ。あ、下。今日は選抜メンバーなんですねって来てますね。エミリーさんありがとうございます。そうですね。これは、これ、リミさん。こんばんはって来てますね。こんばんは。はい。はいはい、コンティニューコインありがとうございます。あと1個誰かください、コンティニューコイン。よし、あれ行こうか。はい。リスタート。実に素晴らしい。はい。それでは続きまして、ゲストのコーナーに行きます。さあ、それではテーマ流れるかな？流れる？来た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 。はい。じゃあ、今日のゲストのコーナー、DJ マシャワラと待望のゲストさんが来ました。それでは自己紹介。じゃあ、ボーカルのお願いします。じゃあ、まずは2人で行こう。あ、2人で行く？シベリアンスカンクです。ありがとう。はい。これ二人だと元気ないんだよ。お前は元気ないんだよ。俺は元気溢れてるから。シベリアンスカンク、ボーカルの力です。よろしくお願いします。はい、ありがとう。よろしく。ギターとリーダーのジュンタでーす。はい、元気ない。はい、ありがとうございます。ギャラリーさんもありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやいや、今日はね、こんな遅い時間からありがとうございます。はい、いやいや、もう大人なんで僕たちも。10時なんてもうバリバリ。俺見た時、高校生だったのに。大人なんで。もう。なんだっけ、なんだっけ、あの番組、春さんか。あ、はいはいはい、そう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 、あの知ってる人がやってたからさ、出てたから。あ、魚役で、魚役で、魚のほら、はいはいはい、変身するの嫌でしょ。おアギアエカのそう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 、あの尾瀬の劇団のね。はいはい、いや、あの時から知っていただいてるとなると、そうそうそう、ね、ずっと見てたのよ。すごいね、高校生の時から知っていただいてるってことは、ね、もう出会っ、もう間接的でありますけど、出会っての、出会って何年ですかね、もう5年ぐらい経ってますから。そうそうそう、ずっと見てたから。そうそうそう、年間の、そうで、なかなかね、やっぱ話しかけてもあんた誰みたいになるから。いや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 、遠くで見てたのよ。いや、なんでですか。で僕もバンドをね、はい、練習し始めるときかな、うん、僕バンドやったのが39のときなんですよ。おー、で今43なんですけど、はい、それでその辺の時だったんですよ。ですごいなと思って見てて、はい、そうそうそう、恐縮です。もうね、僕思うんだけど、パフォーマンスが素晴らしい、はい、みんな、みんなよ、全員よ、あの力くんだけじゃないよ。いや、もうもちろんです、うん、そうそうそう、みんなすごい、はい、そう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 。いや、褒めてもらってるんだ。もう今日一連の流れで、今日今しか褒められないよ、じゃん。でもパフォーマンスはすごい、あの力入れてるので、ね、恥ずかしい。褒められた、誰が考えてるの。
や誰特にまあみんななんかあのそれぞれがそれぞれのことをしながら、うん、それがたまたま重なる瞬間とかがあるんですよ、うん、そういうのがあ今の良かったんじゃないって言って採用になったりします。ああなるほどね。あ作っていってるんだこうやってこういろんなことを。ああ素晴らしいわ。日々変化していく。あ日々変化してる。いいね。俺僕そういう言葉大好き。ちょっと今日いっぱい言っていこう。日々変化してる。そうなんですよ。マイクがさちょっと今日元気ないんだよねこれ。マイク元気ないです。マイク元気ないの。そうそうそうすごい。で見るたびに髪の色が変わっちゃってさ。見るなんか今日かツイッターからねあのツイキャスから来られてますけど髪の毛色が変わってますねってことでね由美子さんとか。はい、はい、変えちゃったからね。ねカズさんからも来てますけど。金にはなるんですよ結局。うんうんうん。なんかね。はいはいそんな春沢英川さんなんですが、はい、春沢英川さん。今間違えたやん。今シベリアスカンクさんやん。今息を飲むってやつこれかと思う。これよこれよこれ。俺も息飲んだ今ね。効率だ今。やばいやばいやばい。そうなんでかって言ったらこの春沢英川のこうテーマを歌うことになったこのきっかけを聞きたかったんですよ。なんで高校生が歌えるのかなと思って衝撃的デビューでしたよね、まあ、あの時僕たちが事務所に所属させてもらってデビューしたのがあのタイミングだったんですよ。ああなるほど。その時にちょうどこの春沢英川っていう沖縄のヒーローが立ち上がるということで、うんうんうん、ちょっと僕たちもこの今からスタートする僕たちと今からスタートする春沢英川ってところで、はい、そしてお力を借りて僕たちが、はいはい、そこで一緒にやって出していただいたっていうのがもう出会いのきっかけですね。そうですね。もう見て本当に高校生かと思って、はい、うまいなと思ってさ、相当とか練習してたんだなと思って。いやもうでもあの時はもうなんだろう与えていただいた環境にもうついていくのが必死だったって状況ですね。だから今見ると多分テンパってたこともたくさんあって足りなかったこともいっぱいあると思うんですけど、でもあれがね春沢英川のおかげで出会った方もたくさんいるので、すごいたくさんいる、ね。本当にあの時は僕もそうですしね。ありがとうございます。一回何だったかな、美浜の、はい、ほら観覧車の後ろにソルト&ペッパーだったかな。 あ、はい、あそこで どっかプロと一緒に買ったら対バンした時あったでしょ。対バンというか、ね、アニメのソング歌ってる方フローさん、フローさんかな。その前に歌ってて俺たまたまチャットかなんかで、うんうん、ラジオ沖縄の、はい、チケットが当たって見に行ったのよ。一人で、あっちスタンディングだよね。そうです。行ってうわシベリアンスカンクやと思って、いやいやもう俺たちなんかフローすごいですからマジで。いやでもまあ個人的には最後こうやって出ていったよね。胸をこうやって見てね。おはっきり覚えてるのよ。あの人たちがさ、で僕はそのシベリアンスカンクはどんなもんかなと見てて、うん、うわーと思ってあれからそう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 、ありがとうございます。もうそんなもうすごい強烈な、すごい昔のライブを覚えていただいて、あの時来たのよ俺。感動。自分もね、そうそう自分で バンドをやり始めた時だったんで、はいはい、そういろんなの見てた勉強してたんですよ。あ、なるほど。ありがとうございます、うん、もうそんなもん勉強だなんてもう嬉しい、ね、いやまあ年上年下関係ないよね僕考えるのは。ありがとうございます、うん、そんなやっぱり上手いと思ったらやっぱり そこからもう見習いたいしね。もう今日もうそれはもうたくさん恐縮ですもん。すごい恐縮です。ありがとうございます、うん。でこ のバンド この結成っていうのは、まあ、もうファンの皆さん知ってると思うんですけど、どういうことがきっかけで結成されたんですかね。そうですね、まず最初の結成っていうのが、うん、僕とあのモヒカンのベースのマーさんが、うん、小学校の卒業祝いじゃないですけど、その卒業レクみたいな、うん、学級レクみたいな時に、うん、僕がギターをその時たまたまもらってて、うん、おじさんから、うん、でじゃあそのギターを使ってなんか学級レクで出し物しようぜって始めたのがきっかけなんですよ、うんうん。最初はディオから、うん、このベースのマーサーとジュンタのディオから始まって、うん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 、小学校6年生から始まって、うん、中学校に上がって僕がそのバンドのメンバーと出会って、うん、はい、最初僕はボーカルじゃなくて、うん、パーカッションだったんですよ。そうなの。パーカッションは僕も望んでパーカッションになったわけじゃなくて、うん、俺ジュンタとすごい仲が悪かったんですよ。おお。彼は仲が悪い。そうなんです。もう彼は学校にギターを持ってきてたんですよ。これ見よがし。俺はギタリストですみたいな感じで、うん、もうちょっとあの時にギター持ってこられてさ、これモテ用パーだなみたいな。そうなんです。だからもう俺はもうからかう、もうからかうっていうかもういじくり倒してやろうと思って、それ何持ってんだよとか言ってたら、うんうん、こいつもこいつでもうその時すごいひねくれてたから、うん、別にテニスのラケットだけどとか言う。あもうキモーい。もうこの話は初めて聞いたな。もうキモーいと思って、そっからもうすごいジュンタもなんだこのからかってくるやつはと、うん、で俺もなんだこのキモーいのはと、うんうん、いうことでもう出会う前から喧人間の中だったんですよ、うんうん、そこでこのベースのマーサーと僕が仲良くなって、うん、バンドに入らないかって言われて、うん、
リーダーに合わせるぜと言われて、うん、じゃあいざ面接に行ったら、行ったらなんということでしょう、お前かみたいな、そう、わお前かいと思って、お互いにね、もう多分純太もお前かいと思ったと思うんですけど、で、まあ彼のもうあれですよね、嫌がらせでしょうね、バンドやるって言ったのにカスタネットやれって言われたんで、僕は俺本当にこいつ嫌いだなと思って、うん、でそこからまあ少しずつちょっとずつこのカスタネットから一度ベースになったこともあったんですよ実は、はい、でそれを経てボーカルという、まあ、カスタネットから言えばもう成り上がりですよね、もう矢沢永吉状態で、いや本当はさ ボーカルにしたくてわざとあのリズムを刻む訓練させてたんじゃないの、違うな違います、ね、違うな、でもそれやっとけばよかったって思うぐらいリズム感はないです、なるほど、いろんなことがあっても各各々のパートに収まっていくっていう、そうなんだ、ミラクルです、これは。あ、ドラムの、もうドラムのゆういちも、もういつの間にかです、いつの間にかいたんですよ、誘ってはない、うん、ドラムうわ掘り投げて落とさんのかなっていつも見てるけどね、 あいつ最近ドラムってよりピエロになりたいんじゃないかと思うんでうまいよね、スティックファンファン投げてるんで、ね、あゆいちゃん将来的にはピエロになりたいんだなと思って俺は応援してますけどいや うまいなと思ってジャグラーに ねすごいすごいすごいよね、彼もドリックの人なのでそっかそっか、そんなまあ、バンドといえばね、僕もバンド組んでたんです。あ、組んで、まあ、今も組んでるんだけど、はいはいはい、あの僕はあのボーイ の、うん、バンドのね、あのボーカルなんですよ。お、一回ね、最初のメンバーがね、はいはい、ボーカル1楽器3みたいな分かれて、もう分裂したから、お解散あほんで、あの新しいメンバーで今そのままなんだけど、なるほ ど, どうですかね、この意見が割れたとか、なんかないですかね、何かで揉めた時どういった仲直りするとか、喧嘩とかしないですか、まあ、なんていうかそのピリッとするムードは全然あるんですけど、うんうんうん、なんか強いものが勝つというか誰が強いんだよこの出会いが中学校なので多分このとんがってる時だよな、喧嘩っていうのがあれなんですよ、はいはい、バンドの解散とかそう重いものじゃなくて、うん、あいつ今日なんかうざみたいなぐらいの喧嘩から今まで来てるのでもう喧嘩慣れはしてるんですよ、うん、逆にそれが喧嘩の域を超えないんですよじゃあもうあれだね、こうな、うん、家族みたいなもんから、もうそうですね、ね、もうだからもう友達から始まってバンドやって、家族よりも長い時間いるので、そうだよね、もう関係性で言ったらよくわからないぐらい、うん、だからもうなんか切っても切れないんじゃないかなっていうぐらいさ、うん、の感じなので、うん、どうしてもなんか何かがあっても、うん、結局またちょっと大人になった部分があってみんな謝ること覚えます、ね、大人だよそれはちゃんと俺謝れないよな、なかなか分かるよ、謝る覚えた、大事ですよ、おりこおりこ俺もなかなか謝れなかったそうか、でもさ中学校ってなるとさ、はい、ほらほら次進学あるじゃない、そうですね、どうすんの、みんなほらね、いろいろ差があったりとか、うん、俺あっち行きたいとかどうしよっかなみたいなの、まあもうそれはもう頭はね、そう、まあみんなそこそこ頭普通に悪かったんで、うん、ね、そうですね、まあまあまあ一番悪いのはまあもちろんベースのマーサーなんですけど言わないで言わないで、もちろんベースのマーサー、もうファンのみんな知ってる、もういやもう何回も言って、初めましてでも分かると思うんですよ、いや彼なんですよ、言わないで、まあ、これあんまりなんでなんでそんな言うの、もうあの自分をいかに薄めさせるかっていうことが今大事だから分かる分かる、3位でしょ3位でこの純太と雄一は、うん、まあ先に受かって待ってるぞと、でマーサーと俺は高校受験に挑み、うん、まあまあ楽勝ですよね、うん、はい、そこでもうバンドをやるために高校に行こうって決めてたんで、同じ学校に、そこに向けてもうみんなで、うん、バンドってこのあの部活バンドみたいなのバンドで部活できるの、いやもう僕はハンドボール部でした、あ、そうですね、そうなんだ、中学校は僕はバレーボール部で、あ、部活はみんなバラバラなんだ、はい、やりながら昼休み部活をやったんだね、そうですそうです、やってました、やりながら昼休みとかに集まって音楽室でちょっと練習させてもらったりとか、夏休みのこう、うん、なんか部活がない時間に音楽室借りてとか、おそういう形でやってました、ね、音楽先生いいって、それがすごい協力的で、あ、そうなの、応援してくれて、そうね、あの先生今なって本当反対戦でよかったわと思ってますね、三浦先生まさかあんなに出世するとはなみたいな一時はたくさん揉めたんですけどね個人的にまあまあ授業の方面で、ね、授業の方面でまあでも男の子はなちょっとやんちゃなぐらいがいいよ、まああの時はね思う思う俺は、ね、こうさやんちゃなやつほどな、うん、先生の記憶に残るんだよ、あ、でそいつがまた可愛いんだ本当に俺もガラス割っとけばよかったと思ってあっちこっち嘘ですよ、
聞かなさったらね親が困るからね。だから猫弁償だね。親子迷惑かけたらな、あかんからな。そうそう、親には迷惑かけないのに注意してた。あ、それも父ちゃんがさ亡くなっちゃって、小学4年の時にもう母子家庭だったのよ。ああもう僕もです。それで、あ、そう、友達みんなみんなさ、もう今こっち母子家庭グループマジで今日のラジオすごいことになってますよ。マジでチーム母子家庭、チーム母子、お前もかだからお前もかって今 PA に向けて言いました。あのミキサーにラジオ聞いてる人誰か分かんないけどね。確かにそうですね。そうかそうか、まあ、みんないろいろあったんでね。そうですね。まあでもメンバー同士、本当家族も応援してくれたので、メンバーの、うん、そこがまたすごい、なんだろう、これ一番大事だと思う。もうすごい理解と協力をしていただいて、ね、もう特に純太の家なんて、家をスタジオに改築して、うん、まさか俺らに練習するスペースをくれたんです。2階にベランダがあるんですけど、そのベランダにブロック積んでコンクリート流し込んで防音の壁を作って、そこスタジオに。本当の話これ。本当です。マジでおじいちゃんが大工でそうなんですよ。実に素晴らしい。すごい、 今考えても考えられないぐらいすごい。いやでもやっぱさ、はい、あの人ってさ、やっぱね、なんかね、これやりたいとか、その強い願いを込めると、うん、こう本当になるんだなってね。僕もね、いっぱいあります、そういうのは。あ、うん、だからやっぱり途中でね諦めたりする人も いっぱいいるんだけど、うん、まず10年ぐらいはさ、ね、もし芽が出なくても、うん、まあ、20年でも頑張ってやることが大事だなと思います。確かに、なるほど。まあ、あとね、すごい気になってるのが、はいはい、とってもね曲が面白いなと思うんですよ。曲はどうやって作ってますか？そうですね、大変興味がありますね、ここは。いやでも順番とかそういう作り方の話だと、うん、まず先にボーカルの力がメロディーを持ってきて、でそれをまず歌詞じゃなくて、歌詞とメロディーです。あ、歌詞とメロディーを持ってくる。そうですね、すごいね。いや、僕楽器ができないんですよ、実は、うん、恥ずかしながら。楽器できないのにさ、理論も減ったくる前のに、そうですね、そ、 A ベロ B ベロサビができるんでしょ。できて、まあ、あのソロは、まあ、ギターに作ってていえばできるから。僕が最初に歌詞を書いて、うん、でそれをアカペラで歌って純太に送るという、はい、まずこの青写真みたいな感じがすごい、もうむちゃくちゃですよ。例えば A、B、サビっていう流れに普通に来ないメロもたくさん来るんですよ、彼から。でもね、俺思うけど、はい、これはっきり言うけど、うん、はい、ギターでさ理論下手に分かってるとダメだと思うわけよ。そう、俺ボーイやってんだけどさ、もうボーイとか音楽理論 めちゃくちゃだよ。あ、聞いたら分かると思うけど、行ったり来たりですもんね、いろんなところにこう。そうそうそう、だからなんでこんな作り方するのって今では考えられないけど、すごい曲としてはなってるわけよ、うん、でクラシックでも結構曲の勉強になると思うわけ。うん、だからなんか理論っていうのはさ、ほいでわざと不協和音を入れたりとかさ、だから逆に知らなかったからよかったなと思うよ。そうです、そう、俺はそう思う。今まとめちゃいました。ありがとうございます。うん、そうかそうか、そうやって作ってたな。そうなんです、だからへんてこな感じになってるのかな。マーサーはもう結構書いてきますね。あ、詞を、詩とメロですね、同じ感じ でマーサーの場合はもっと楽器ができるんで、一緒に作っていたりとかもしながらですね。シベスカで変だなっていうのは俺が作りました。変じゃないなっていうのはマーサー。あのハレンチは、ハレンチすごい人気があるわけ。あれはですね、あのメジャーデビューしてた時なんですよ。なのでこのプロのプロデューサーさんと一緒に作ってますね。だからもう、あのない知識をたくさん得たやつです。なるほどね。あれはもうプロの匂いがプンプンします。アイディアだけ投げてね。なるほどね。アイディアっていうかね。はい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 。なるほど、はい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 。なる、ありますね、そういうのね。そういうの。ああ。強いですよ、あれも。ちょっとそういうのさ、歌詞ってあるじゃない。はい。歌詞ってなんていうのかな、恋愛のこうがっつり恋愛系のとか書いたりする、失恋とか思いっきり恋愛で楽しいとか。昔はあった気がするんですけど、最近ないですね。ないですねっていうのは多分そういうことがないですね。やっぱなんか歌詞、そう、僕結構妄想で書くんですよ、歌詞。だからラブソングとかも大体想像とか妄想とかしながら書くんですけど、やっぱりこの長くその世界から離れていると、ちょっとっていうのをね、電波を通じ通していっちゃうのもどうかとは思うんですが、プレイボーイ感も出してもいいんじゃないかな。そうだな、難しいな、これボーカルってさ、この辺の出し方難しいんだよな。そうです、まあ、フルでこれなんだけど、フル出力。さっきあのコメントで、はいはいはい、僕のプロフィールがくまなく書かれてるコメントがあって、何者だと思ったんですけど、ここの中に
あとシベスカの力、誕生日11月22日、AB 型、うん、趣味はアニメのカッセントからの成り上がりって、もうよく分かんないこと書かれてる。いいか、いいか、これズバリ言わせてもらっていい？エコー、エコー、音下げていこう。これは、隣にいるミキサーさんが調べて書いております。なんだ、なんだ、なこいつ要注意だから、これ。なんだ、いいですね。拾わなければよかった。やらせか。俺もびっくりしたもん、何やらしとんじゃいみたいな。身内か。ちょっとやっぱ知らんぐらいがいいよな。なんかちょっと親戚な。いやだから今ちょっともうすごい方いると思って嬉しいと思って。今こいつや、多分ネットから調べてきゃこれ。ね、こいつ。ラジオ聞いて調べてくれたんだみたいな。ね、もう綺麗にホームページから引用されてるんで。はいはいはい。まあちょっとツイキャス見てみますけど、はい、一応いっぱい来てますね。ありがとうございます。なんだこれ。ディスカスさん、今日は女子率高い。今日確かにね、ファンの方が来られてますね。世田谷のコーラゼロさん、今来てるはずですけどね、うん、ギーのワンワン、ギーのワン俺たち関係ないやつ、まあ、愛されてるんですね。 BGM を奏でてくれてるはい、七助さん、はい、もちろんマータンってきましたね。これ多分頭悪いくだりです、ね、こんなこと言って大丈夫か。これ多分頭悪かったくだりでもちろんマータンでしたね。なるほどね。あー、そんなこと、マーサーのことね。彼結構実はやればできる子なんですよね。でもそうです、いるよね、こんなやつね。そうそう、やらないかできないだけで。ガレッジセールの、テルヤ、ゴリゴリ。テルヤガレッジセールのテリってフォーエバーしてるじゃないですか。テルヤね。なるほど。あれ、ゴリさん。そうです。俺、変わったと同じクラスだったのよ。うん。年一緒だ。同じ高校で同じクラスで近くに座ってたんだよ。おびっくりしただろ。本当の話なんだけど。そうそう、で高校違うわけ、うん、ゴリはもう相当悪さしてて、言ってんのかなで、まあ、やんちゃだったんだけど、はい、で、はい、なんかなんとか言われて、で悔しいからって勉強して修理校行ったの。すごいすごい。あ、でもそういうタイプかもしんないです、うん、だからマーサーもそういうタイプかなと思って。多分そうですね、うん、彼もやったらできちゃう子なんで、はいはい、マリルのママさんね私もハルサーエイカーから知りましたってことですかね。マリルママさんはいつも応援してくれております、はい、素晴らしいです。 いいですね、はい、あ、カズさん、うちも母子家庭。あ何さっきのこのね、一連の流れがね、後から掘り起こした大変なことですよ。一応あの追加する4度感とな、うん、進撃のメイちゃん、あ、マシャさんも同じミュージシャンだから。俺ミュージシャンかな。いや、もうミュージシャンくくりだよ。歌う、歌う、歌う、歌しか歌えない。このワイシャツのラインはミュージシャンですよ。あ、俺もう間違いないですよ。ミュージシャン M ですよ。ポックしてるみたいな。もう俺最近芸人って言われてるわけ。俺さ、喋ったらダメなんだよな。ダメなんですか。喋ったらダメな人がラジオのやってるんですか。だから本当はもう歌だけ歌ってちょっとかっこいいとこ見せだけ見せて、なるほどね、こう氷室京介さんみたいになろうかなと思って喋ったらもうお笑い芸人みたいな TM レボリューションみたいになってるの。いや、TM レボリューションはアーティストですからね。お笑い芸人じゃないですか。あの人も喋ったらおかしくなるの。確かにおかしくはなる。くくりでバッチみたいな、うん、時間や時間早いな。じゃあ一旦 CM 行こうか。無情になり響きました。なるんやこれ管理さんで。30分経ってる時間通りです。次ね、メール来てるからな。メール来てなかったらショックだな。来てるかな。あ、すごい、これメールちょっと待って、拾って、まあまあ言える時に最後だよ。出た、調子悪い。出た、ポンコツ。何も聞こえない。見える。あ、トムかかるね。めっちゃ綺麗。お、始まる。誰か分かるこれ。はい、DJ マシャルドンしております。お話夢中なんです。そんな感じでね、DJ マシャルドンお届けしておりますが、今日はちょっとね、特別編成でね、ちょっとなってまして、コーナー3つまとめてみました。今日メール来てないな、今日始まって以来のね、事件が起きましたね。メールがあまり来ていません。これ何いつもね、テーマを設けて告知するんだよ。いつも読めないぐらい来てて、シーブンタイムって言って、ちょっと私がちょっと読んだりとかしてるんだけど、うん、今日ね、テーマをなくして、なるほど、コーナーだけでやったわけ。
この今日何したらいいか分かんねえってなったんですよ、みんな多分ちょっと送りにくいんじゃない俺のコーナーがさ、オーライセクシーし、え、さ、セクシーじゃない、作詞しましたよとかさ、オーライセクシー川柳とオーライモノマネ募集、あーそう、これむずいっすね、難しいやろ、ノーテーマでは難しい、ちょっとやるの俺やもんだったよあ、メールいっぱい来てるわメールめっちゃ来てる、あ、読めんやんこれやばい今見つけちゃった、やばいぞ受信のこのタイムラグがやばいな、メール読んじゃいましょう、読んじゃいましょう、ちょっともうね、もう来た順序に一気にいきますね、はい、マシャこんばんは、ミッドナイトスターさん、火曜日局長大笑いしていましたね、局長賞おめでとうございますって、これ内輪の話やん、ね、これお前の話は全然自分全然別化に関係ない、プライベートでこれ他のラジオ局に当たってこと、2人の会話やで、これ知らんし俺僕はハマっちゃいかが盛られた船が好みですね、これ知らん何のテーマ事故ってますまた昨日のガードハロー、人前でポッドキャスト聞いてなくてよかった、面白かったですね、よくわからないんでね、一応あのセクシー川柳で来てますので読みましょうね、はい、はい、セクシー川柳お題直球、これ読んで大丈夫かな、いや、まあ、大人だよね、まあ、もう成人します、大丈夫ね、いきますよ、はい、小さくて嗜好品月夜で一杯加えまら何これ直球ってそういうことなの、次行こうこういう使い方します BGM 俺らの曲こういう使い方します、これ これ結構大事ないい曲ですよ、これあかん、次行くぞ、はい、ホテル手にじらして誘うズブロッカー、ズブロッカーってこれ酒やろこれもうあかんわこれ下ネタやんけだんだん俺らの曲が落ちるそんなことはない、怖い、なんかこの流れ、いいっすね、大丈夫大丈夫、はい、ちょセクシーだからさ、ちょ記号を入れてちょっとこうね、うん、髪なびく風が強かったスカートまび、ま、舞うみたいな、あ、これ、あ、これもダメだな、これはあじゃねえよ季語なかったなって、季語ないよな、ごめんごめん、風が強かったから秋かなみたいなやばい次何が何の次、はい、もういい、もういいって、次行こうな、もう行きましょう、あ、次告知が来てるな、告知はちょっと後で行こうか、ちょっと後で行こうかな、メールくで、ちょっとファンファンなんか来てないかな、これ、あ、ちょっとこれこれ行こうか、はい、ね、ユミさんという方が来てまして、おー、マサさんお誕生日おめでとうって来てますね、マーサーさん、そうなんですよ、ーベースのマーサーが6月9日ロックの日に誕生日でした、まさにロックをするために生まれてきた男ですね、いやもうめでたいです、23歳になりました彼が一番乗りですいいな、若いな、いや平均年齢20個違うやん俺とおい20個やで20個やでさっきあのオープニング撮ると俺あっちで走ってコロンってやろう、はい、大丈夫、20歳年取ってもあんなことできるから、やります、 あんなことやらんでいいかファンが減るからやらんでいいよ、あんなことはい、次いきますね、オーライマシャラジオネームディスカスだよ、今日はリューティースーパーライブと ROK リスナー紅白歌合戦やら別くじでジャズのライブに来てって誘われてるし、なんかイベント尽くし、マシャはリスナー紅白歌合戦じゃない歌うの秘密って書いてますね、うん、これは何のことかというと、ね、来週モッツで、はいはいはい、あのこのリスナーさんが集まってあのこうカラオケ歌合戦みたいなのがあるんですよ、おで一応僕もそこで一曲歌うっていうね、あ、いいですね、そんな感じです、何歌うかはあの僕 YMCA 歌いますね、西城秀樹さんの、言っちゃっていいんですか、それ、うん、大丈夫大丈夫もう告知してるからもう、なるほど、フライヤーにね、うん、そんな感じです、次誰か来てるかな、何が出るかな、あ、これいいベル来てね、はい、はい、ね、これは奈良県からカズさん、おお、カズさん、はい、こんばんは、純太くんが何気ないコメントをと言っていたので送ります、シベスカを好きになって沖縄に興味を持つようになり、シベスカを通して沖縄を知って沖縄が大好きになりました、ありがとうございます、シベスカのおかげで沖縄にもたくさんの素敵な仲間ができました、去年沖縄に行った時もシベスカを通して仲良くなった子が空港まで迎えに来てくれて、完璧に観光を案内してくれて沖縄がもっともっと好きになりました、やった、シベスカを好きになってなかったらこんなに沖縄が好きになることもなかったと思います、うん、素敵な出会いに感謝です、ありがとうということでね、カズさん来てました、ありがとうございます、ファンの人たちってね仲良くなるんですよ、はい、そうですね、実は今来られてる方、はい、リューティーのファンがめちゃ多いんですよ、ギャラリーさんが、で、皆さん他人だったんだけど、そのリューティーファミリーということで、うん、
そのファン同士が友達になってってことで、あでもいいですよね。そうそう、で好きなものが共有できるっていうのは、そうなんですよ。で僕も友達になってこうやってリスわーって見に来てくれてっていうか、こんな夜からね、いやもう嬉しいですよね。ありがとうございます。メール送ってきてくれたり、こうやってカズさんがね、嬉しいですね。沖縄にすごいなんか好きになってもらって ね、そうです。県外のライブも県内のライブにも来ていてくださるんで、 ある意味沖縄観光大使ですよね。そうす、僕たちも実は豊見城の観光大使ですよね、やってますので、こういうの意見がいただけるともう嬉しいです ね、市役所に持ってきたいですね、このこのメールをあの転送しておきましょうかね。もう転送してください、ファックスでお流し時にね、これは素晴らしい。はい、ちょっと待ってよ、これ名刺、ちょっと待ってよ、これは、いやあ次ね、はい、ちょっと待ってよ、これいこうかな、どうしようかな、これいこうか。マシャさんこんばんは、ボーイファンです。おご無沙汰してます。今日のゲストはシベスカさんですか。20代前半の今の沖縄ですげえパワーのあるバンドですよね。あちこちでライブで地方に行くと思いますが、ぜひ沖縄を拠点にして頑張ってください。応援してます。それから質問なんですが、音楽やるにあたって影響を受けたアーティストまたはバンドいますか。あ、いい質問です。これはどうですかね。あ、ちょっと待ってください。影響された交通事故が起きてましたね。あっちの質問とお前なんかやったやろまたあのラジオの皆さん、お前って言ったらミキサードヒロキなんですね。はい、たまにやらかすからこいつ。影響初めましてなのにこんなにやらかされてるあいつも本当どんでもないから。影響を受けた音楽、そうですね、まあ僕は最初は小6の時にボンジョビにハマって、そこでロックの目覚めが。ボンジョビですか。親がなぜかそのボンジョビが、ボンジョビ世代よね、ハバーナイスデイっていうアルバムが出た年でちょうどそのアルバムを聴いてかっこいいってなって、僕もねあるもん、親の影響で演歌聞かされて演歌歌えるしみたいな。だから親が聞いてたの自然にね、子供の時ってベースになりますよね。そうですね、僕それが宇多田ヒカルなんです。お母さんの影響で宇多田ヒカルとかが好きで、まあ、そこからクレバっていうラッパーとか あんまバンド聞いてなくて、でそこからオレンジレンジとかモンゴル800 HY とか聞いて、でまたジュンタの影響でまたバンドも聞くようになって、でもねいいかもしれないね、なんでかって言ったらいろんなのを聞いてるから引き出しが増えるじゃない。逆にバンドあんま分かんなかったから楽しかったです。ああなるほどね、はい、そっかそっか、素晴らしい。今何分だ。37分でしょ。めっちゃ時間通りやってるからね俺9シート通りやる。いやもう素晴らしい、9シート通りやらないとさ、その喋りすぎてとかさあるじゃん。あ次ね、熱い歌詞に来ました、作詞しました4のコーナーにね一件来ました。チースマシャさん、熱い歌詞ですが衝撃を受けた歌詞はやっぱりブルーハーツが多いですね。あこれあれだな、これ影響を受けた歌詞ですね。これ多分これブルーハーツね、はい、ドブネズミみたいに美しくなりたいはもちろんのこと、戦闘機が買えるくらいの発した金はいらない、あこれも曲だな、ブルーハーツの、大人たちに褒められるようなバカにはなりたくない、などなど、ドンキで後頭部を殴られたような衝撃でしたと、あとは あれだな、純白のメルセデスプール付きのマンション最高の女とベッドでドンペリニオン浜田翔吾マネ ー今ちょっと真似すればよかったね浜田翔吾のモノマネ、夕べ眠れずにいないっていたんだろ、これあのシベスカさん分からんね、分かります分かります分かります似てる俺、似てます似てます分かります、あ大丈夫、やった後に似てないかもしれない年の差がみたいな大丈夫かな、はい、あの子に伝えてね、ジャングルハンマーさんという方からね、メールいただきました。やっぱり、ね、影響を受けたやっぱり歌詞もあります。そうですね、歌詞かいっぱいあるね、あるね、俺漫画とかも好きなんで、そういう漫画とか音楽とかからもう漫画すごい本読むんですよ。そうですね、小説的な、で本勧められるんですけど、もうことごとく今まで拒否してきて、あの字が読めないですねさあちょっと苦手、僕もなんです友達漫画しか読めないですよ漫画と歌詞で本当にもう自分は僕も似てるかもしれない俺とおこれは将来不安だぞとか、おい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 、おいあっちの廊下で転ぶんや君もなんか楽しくなってきたな今いますか、もうあと20分40分でやっと楽しくなります。いもう寂しいわ、また来てくれよ。あもうもちろんですよ、ねえもうまだ終わらんぞはい、マチャさん、あ違う違う、マチャ子さん、シベクスカの皆様おつーということでね、
名古屋の社会派ダンサーズですってね来てます。しべすかさんを初めて見たのは去年の10月にパレットくもじて ROK の公開放送の時にお会いしました、はいはい、写真も撮りましたよ。ありがとうございます。これとはベッケンバウアーですが、なんだこれ、ちょちょかましてきてるね。 PV について質問です、はい、ハレンチ学&サイで出演されてたちょっとセクシーな女性は撮影後にお食事などされましたか？それとお名前は何と言いますか？アンジェラ。ちょっと興味を持ちましたよ。教えてチョコボール向井。チョコボール向井さんは何のお仕事か分かります？もう22歳なの。大丈夫ですね。マネージャー的に OK かな。OK 出ました。彼女はアンジェラです、はい、アンジェラさん。アンジェラとはあの後一度も会っておりません。はい、終わり。なしもなし。もうみんなが思ってるより大人のレディーですから ね、 ね。いや、あんなにさ PV でさ、あんな楽しそうだったらさ、次なんかありそうやんっていうことで多分これだと思う、ね、あの空気感、映像では伝わらない空気感すごいですから、ね、真面目にスカートめくるっていうピリピリ感結構すごかったです。いやいや、あれね、何回も俺見てる実は。目的が違うと思って違う、俺は歌を聴いてるんだよ。罠にハマってます。罠に、罠かな。罠作ろうよ、なんか。いやもう今度なんかあれ以来まだあんなでかいのまだないの。あ、そう。じゃあ自分たち罠を作るのよ。うんうんうん、じゃあ潤太頑張ろうか。頑張ります。そう、あのね、そのほらマーケティングってあるじゃない、はい、商売で。でさ、はい、この商品をどうやって売るかっていうことで、うん、そう戦略を決めるのよ。どういうターゲットについて、どういう風な商品をやって、どういう風な宣伝をして売るとかさ。いやもうあのハレンチ学園祭が面白かったのが僕たちあの中高生に向けて学祭とかに向けて作ったんです。 そうなんですよね。そしたら YouTube ってあのどれぐらいの年の誰が見てるかって分かるんですけど、解析ができた。完璧に40代から30代男性がめっちゃ見てるんです。ドキ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 、俺らターゲットずれてるやん。ドキ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 、ね、いやもうおかげさまでドキドキドキ、再生回数ありがとうございます。楽しくなってきたな、なんか。いやいやいや、心拍数上がるわ本当に。いや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 、本当にチョコボール迎え、次いきます。え、最後それお、何これ。はい、愛知県のユミさんから来てます、うん、マシャさん、皆さん、ハイタイ。シベスカの皆さんがマシャワールドに来られるなんて夢みたいです、かっこ笑いってきてますね。頑張って読んできました。シベスカの皆さんがマシャ、あ、これ2回読んじゃった。私は夢スターダストが先行販売で売られた時のイベントの時、はいはい、偶然沖縄入りしててライブを見ることができたんです。あれあれ、でもハレンチ学&サイが一番盛り上がるのでこの曲が一番好きです。これからも頑張ってください。ではではってます、ね、頑張れ夢スターダスト。じゃあさ、じゃあこうしようか、はい、じゃあ来週さ流すわ、はい、おやった、この曲どれですか。ハレンチ学&サイ、リクエスト多かったからもう流すわ。聞いたことない人気になりますよ ね、 ねえ、どんなもんなん。ほんで PV 見てってて そのままファンにするわけよ。ありがとうございます、うんうん、やった、30代か40代男性がこれピンポイントですよね、この番組。何がターゲット的に。そうやな。あの PV 見せた方がいいよ。そうです、ぜひ、あれハマるで。いやで、そっからこの曲面白いなって火移り込んでいったらいい。そうです、そうです、もうきっかけでもなるで、ね、その子供に見せたりとかさ。子供に見せたりとか。エキゾチックですね。そうそう、子供がほら多分その中学生とかなってるからさ。あ、いいですね。そうそうよ、ちょうどいい、そういうことよ、いい、そういうマーケティング戦略よ。だから商売のマーケティング戦略と音楽の うんうん、マーケティング戦略似てると思う。あ、この DJ マシャワールドもどうやったら視聴率が多くなるかって考えたの、僕、それも僕のマーケティング戦略一環なんですよ。まあ、今度酒でも飲みながら。酒飲めるよね、大丈夫ね。マーケティング講座で。そう、一緒なのよ、このものの核っていうのは、うん、どうやって売り込むかとかさ、一緒だから、まあそんな話はいいとして。今勉強モードに入っちゃった。そう、たまにこういうちょっとピリッとする話もねするの好きなんです、うん、ありがとうございます。はい、いいですね、それ。ね、はい、めっちゃ長いの読めるかな。進撃のめいちゃん、お、はい、今お仕事から帰宅しました。お疲れ様です。 DJ マシャさん&ゲストのしべすかさん、マネージャーのあれ松田さんって書いてるよ。イケメンひろきさん笑い、進撃のめいちゃんでございます。これ松田さん知ってるってマニアだね。マニアだね。今日のゲストはまさかのシベリアンスカンクさんがゲストなんですね。かっこ笑いってなんで笑いやねん。みんな笑ってくる。だからよ、お笑い番組になってる。みんな微笑みですね。かっこいい番組なんでさ。いやもう笑ってんじゃない。いやね。笑ってください。お笑い番組になっちゃって。でね、マシャワールドが進化しましたね。というか覚醒しましたね。かっこ笑い。そしてシベスカさんにも2つ質問があります。良いでしょうか。はい。はい。いきますよ。
DJ マシャさんを見た時の感想を教えてください。はい、はい、どうぞです。これどうですか。そうですね、ハイテンションですこれもね普通暗いんですよはい次いきますはい次いきます。はい、2番ね、ぜひお願いがあります。この番組にモノマネコーナーがあるので自分の中で似ているあろうモノマネをしていただけたら嬉しいです、うん、よろしくお願いします。パソコンから聞かせていただきますね。じゃあそれではどちらからいきましょうか。俺はゼロなんですよ、持ちネタが。ゼロ、いい声いい声ゼロ誰だそれはいや割と本当にも僕ができるんで、純さんの代わりに。そうなんです、僕あのあれができます、はい、皆さんドラゴンボール世代でしょうか、うんうん、フリーザーで出た、久しぶりだよ。アイローがよくやって、アイローがよくやってるさ、うん、アイローさんと実は一緒にフリーザー対決したことあって。おお、どっちが上手いかな。俺一応あの一言しか喋れないんで、俺が押しがちました。じゃあ耳を澄まして聞くからな。ちょっと発声していいですか。はい、ちょっと発声します。大丈夫、こっち、うん、よし、オッケー。ちょっと似てたな、まあちょっと似てたな、発声ですか、ね、オッケーくぜ、うん、はい、いきますよ、うんうん、うるさいよ、はい、終わりです。あー、似てるな僕あの基本フリーザーになるとうるさいよしか言えないんで。なるほどね、はい、ちょっとその辺はアイロさんが上から。そうですね、アイローさんちょっと喋れるんですよ。喋れるよね。何喋っても僕うるさいよしか言わないんで。あ、最後アイローさんが折れました、負けました。なんか大人の優しさ的な折れ方かなそうですね、花を持たせてくれる。純太君、なんかいける。ないですよ。ないんかい。ないけど無理やりやるんよ。おお、なんか、なんか何でもできるんですよ実は。なんか何ですか、やってほしい。なんかないですか、やってほしい。逆に古畑任三郎。古畑任三郎、ですね大谷健介やん誰やん、それできないですよ大谷健介やんそれどっからなんかそれ違うやんか、まあ面白かったよかったけど、聞いたことないんじゃないお前古畑さん。オッケー、じゃあそんな感じで、はい、CM CM 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 あまりない人の演奏聞かされるっていうの聞かされる。生放送です。すごい、リコーダー入れるんです。目玉おやじやってリコーダー、リコーダーはこの曲では入らない、この曲ではできない。コードはカポさんに入れて、カポさんに入れてちょっと高くしようすか。そう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 、原曲じゃないね。入ってない、入ってない。 DJ マシャワールドをお届けしております。じゃあそれではですね、大好評の弾き語りのコーナーですね。大好評じゃないかもしれんけど、今日はね、ね、シベリアンスカンクさんが来られてて、これから先もね、勢いをつけていけるようにということで、今日は明日、こうティルルというところで、ね、はい、ライブをするリュウ、そこリューティーさんの曲やりましょうね。リューティーさん知ってます？あ、もう知ってます？リューティーさんの楽曲で555行きたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。空が割れて虹色の世界が溢れ出したジュエリースカイ。君は知ってる、もうこの世界にさよならの時が来たんだ。新しい世界が動き出す時、僕が手を伸ばすから、迷わず僕の手を握って、 Don't worry 絶対君の両手離さない。未来へ Go Go Go、 虹色の世界 Go Go Go、 一緒に行こう、君とつながる世界広がる、謎が解けてく。 Go Go Go、 七色の世界 Go Go Go、 一緒に行こう、君は知らない人生のパズル、最後のピースはここにある。なんで生きてんの
たんだ。星のまた星の果てまで流れて寝れない、君は知ってる。もうこの世界に卒業の時が来たんだ。おめでとう。新しい世界の怯えているなら、地獄が声を飛ばすから迷わず僕の声に並んで。 Don't worry、 絶対君一人で行かせない。未来へ Go Go Go、 虹色の世界 Go Go Go、 一緒に行こう。君とつながる世界広がる、胸が躍り出す。 Go Go Go、 七色の世界 Go Go Go、 一緒に行こう。君は知らない、なりふり構わずさまよってた僕を助けてくれ。その先に君を見つけた。人生のすべての謎はたった一秒で解けた。どこまでも Go Go Go、 虹色の世界 Go Go Go、 一緒に行こう。君とつながる世界広がる、胸が躍り出す。虹色の世界 Go Go Go、 一緒に行こう。君とつながる世界広がる、謎が解けてく。 Go Go Go、 七色の世界 Go Go Go、 一緒に行こう。君は知らない、人生のパズル、最高のピースはここにある。まあ、君とつながる世界広がるっていうところでね、掛け合わせてみました。ありがとうございます、はい、そんな感じでね、だいぶ時間押したね。じゃあ次はですね、誕生日のコーナー入れたいと思います。おじいは腰痛いちょっとカホンでも大変ですよ。死にうっさうっさバースデーってね、これデューティーのコーナーをねパクりました。うっさうっさバースデーってね、あ、今日ダメだ、もう分からない、マーサーだけやろう。どうやるもんだよ。え、どうやる、どうやる、うん、どうやる、ラジオ聞いてるか。聞いてない。あいつ聞いてないの、いいよもう。いや、一応聞くかもしれんけど、やっとくか。やっちゃいましょう。な、はい、じゃあどうやるんだ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデイディア、シベスカのマーサー、シベスカのマーサー、シベスカのマーサー、あとロイヤル、ロイヤル、なんとかネイマール。ハッピーバースデイトゥーユー、死にうさ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 、生まれてきてありがとうね、これからも一緒に楽しみましょう、わきわき。スピード感がすごいっす。なんやこの番組。巻きが入ってしまった。いや、ありがとうございます。喜んでると思います。いやいや、後でね、あのこれあのアーカイブで残るから、まずユーストで残って、その後 YouTube になります。永久保存版です。お、今日粗相なかったかな。粗相はもう粗相だらけだ。じゃあね、あのライブの紹介を、はい、告知の紹介、告知の紹介、はい、ライブの、はい、これでさせていただきます、はい、僕らの大事な大事なライブがございます、はいはい、8月の21日に僕らの地元豊見城の豊見城中央公民館大ホールにて、
シベリアンズ各ワンマンライブを開催します。ピビピビ8月の21日ハニーの日でございます。こちら前売りチケット現在ホームページの方で予約しております。ライブでも買えますのでぜひ皆さん遊びに来てください。お願いします。しかもですね、はい、この日、はい、実は先着200名様にはなるんですけども、うん、無料でスペシャルタオルが続いてきます。これどうやったらもらえるの？俺欲しいんだけど。これ予約です。予約。先着200名様にはもう無料で。俺さ、ちょっと本当のこと言っていい？はい。買おうと思って、ホームページ行ったんだけど、はいはい、買い方が分からなかった。本当ですか？どうすればいいんだ？もう今日もう今日確実にもうまずはマジでタオルゲットです。はいはい、はい、マジで。しかも小学生以下は500円です。そうなんです。素晴らしい。はい、小学生以下は500円です。素晴らしい。ぜひともご家族様で。はい。しかももう朝もう昼の1時オープンでスタート2時ですから。お願いします。もう俺の宣伝いいよもう。俺の宣伝があるんだけどもういいよもう今日俺の。ではそうかそうか富城に集まれ、ね、これ8月21日、はい、オープン会場が1時スタートが2時からということでね、富城市立中央公民館大ホールの方でね、行われますワンマンライブ、はい、何名予定ですこれ。これ実はもう1000名入っちゃうんですよね。入れればかなり大きいところなんで、はい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 、ぜひとも皆さん、ま、これスタンディング椅子もある。今回ホールですので椅子がありますありますので安心して遊びに来てください。はい、わかりました。時間がない、20秒ない。はい、じゃあシベリアンスカンクよろしくお願いします。それでは DJ マシャルド今日はここで終わります。また来週。やばいこれすごい、また来たい。また来てくれよ。また来させてください。呼びたい。マネージャーがうんって言われちょっと時間残った今。俺マネージャーに嫌われてないから。大丈夫かな。はい、ありがとうございます。いや、ありがとう、楽しかったぜ。みんなで来てくれたらいいんだけどな、本当は。公開放送で多分どっかで会うからさ、知らんふりしないでな。いや、興味いっぱい人見てるけどな。物質やここ。写真だ。写真を。DJ マシャルと牛乳で言ってください。 DJ マシャルさん、今シベスキャのチケット買ってます。ひふみさん123って書いてあるんですよ。123って書いてあるんですよ。123兄って書いてあるんですよ。1枚で、うん、はい、予約入れておきます。今お金払ってもいい？あ、じゃあ私行きます。近いんで、はい。なんじゃそりゃ。出たコマフラー。聞こえてるってば。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。またよろしくです。買っちゃった。DJ ヒズミさん登場です。前でもいいよ。前の日に告知に来てもいいよ。あ、もうあとぜひとも。8月頭とか半ばくらい来てもいいし。よろしくお願いします。全員で。はい。ね、全員でね。はい。FM と読みには出ないんですか？出てる。結構ちょこちょこなんですけど、僕そこがすぐ地元なんです。あ、そうだよね。だからさ、地元よりもこれ遠いところから客に出るわけ。遠いところから。
で、こっちも使えるからさ、で、駐車場もいっぱいあるから、ね、だから、ですから、ね、もしよければね、応援しに来て。では、雑談中です。駐車場もいっぱいあるからね、ここは。さあ、ツイキャスは。またありがとうね、最高やった。みんなどうやったんだから。ありがとうございます。機械がね。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でーす。お疲れ様です。チケット届けます。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。いや、シベスカのライブ超楽しいよ。公開放送で、公開放送でいろいろやるんだけど、何かこれ CD よりどっから勝ち自分の、うん、なんで持ってるシベスカファンなんですよ。ゆくさ、お前が言うと嘘っぽいな。このケンタ、ケンターが、ケンタとケンタ、ジュンタ、ケンタとチカラ、チカラと、うん、ケンタとマーコーと誰でした、あとジュンタ、ジュンタ、うん、ケンタ、いや、あのシベスカのさ、もうそれいいってば。あ、袋中身だったら、ま、新反射シベスカライブ行くの、行くよ、仕事休んで行きますよ。ゆういちです。あ、ゆういち見てる、え、違うな、ゆういちですって。あ、怒られてる、お前名前言うて、ゆういちで名前言う、わざとじゃん、わざとじゃん、わざとじゃないよ、本当に忘れてる。こいつこんなだから、ごめんね。エミーリさん、じゃあ今マシャは力が座ってたシベスカのメンバーを、力が座ってた椅子座りました。嫌われる。ジュンターの席は誰が座りますか。今日初めてこの番組ツイキャスで参加した方、来週もこの時間やってるんで、ぜひ遊びに来てください。チラ見して、面白かったら。でも来週はあんまり延長できないんじゃないですか。いやいや、延長しなくて、本番の放送を、本番放送を。やっぱ力が違いますね。力、この力。もう練習の決定した。オーラが違う。新日ですか。うん。まだまだまだ。いやでもマヨが勝手に決めたんで。マヨ。あ、違うよ。あ、あれですか。あれはまだ日にち決まってないです。だから来週すぐってことはないんで、うん、来週はないかな。あ、本当に。はい、岸さん今日来ないんですか。来ないんじゃない。明日岸来ないでしょ。岸来ないでしょ。はい、入れ替え。はい、もういきなりやります。なんか歌ってよ。いきなりやります。よし、じゃあ明日のビューティーライブに向けてみんなで歌います。でみんなで入るの。みんなで新版でじゃあ歌詞持ってるからみんな。歌詞渡してもらう。皆さん泣かないで、泣かないで、泣かないで、さあ今からちょっと音楽会をしても今日終わります。あ、AKB ファンさんお疲れ様です。今日はね、これツイキャスの線短くなった。ツイキャスのカメラの線短くなった。あの年長のがなんで、なんで多分調子が悪いんで、あいつが犯人か。延長の違うさ、犯人が延長の線路だったから短くしたんかなと思って。短くしたんだから線が悪くなったから短くしたけど、あの夫のお前さんに延長してたんですよ。延長しよう、また延長、はい、延長頼んでる。あの延長がいいな、やっぱりな。短いです。よし、みんなあっちに、あっちに、どうぞどうぞ。のんぺさん、みなさん、ちのぼうにやん、どうぞ。大きいから。あれ？うち歌っていけ。おうちさんじゃないか。歌っていけ、歌っていけ、歌っていけ。ラブ？ラブ？今度は皆さんで、次は原曲でいきます。ヤマピー増え、ヤマピー増え。いいね、増えも聞いてるよ。今日は4本持ってます。あっちだな、あっちだな。4本持ってます。
これはこんな感じ、どれでもいけますよ、こんな感じ、こんな感じ、こんな感じ、カメラは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 、みんな、これがあるんだ、何しよう合唱します今日は。アップルツイキャスにアップルポンタクしたいから、あの二段前、こっちどうぞこっち来てる、こっち来てる。いやツイキャスよ。前の人はあの膝立ててこないから。じゃないと入る。スタジオこっちにいたら意味がない。隠れてる。マキは隠れてない。あとであのこれ竹井さんに見てもらおうね。あとでね竹井さんに。なんて？あげた。お利口だ。何やろう今日は僕が弾きますけど、歌詞は皆さんです。これはちょっと新しいやつ。さっき買ってきた。ヤマピー、待てよ、これ何をやるの、何をやるかによってだから言ったさやって、ゴーゴーゴーやって、ひまわりで締めくくります。ゴーゴーゴーし、歌詞がね、ゴーゴーゴーは見えます、知ってるのゴーゴーゴー歌詞あるよ、サビだけもマシさんがまあ歌えればいいんじゃない、結構みんなこういう分かる人歌うみたいな、そうそうそう、これ歌詞全部なかったっけだから言ったさ、すごいね、みんながいっぱいいるなって思って大合唱だね、555あるよ、歌詞はこれできへんじゃねえか、酸欠になりそう、見積もりこれ酸欠になりそう、見積もりの裏紙かわいい、喉かわいいからビューティーファミリー大集合、ディシーズ酸欠になりそう、数字入ってるのはベタかけなきゃ、キーは原曲でいきます、あれがユースト、みんな入ってるから、ユースト。ツイキャスでしょ、ユースト、どっちユーストに残るわけよ、残るのは。だからユーストのカメラが、こっちが見えないから、誰か見ないと、ユーストのカメラに。カメラ入れるのか、こっちのカメラが YouTube に残るんで。ユーストの場合はあるんだけど。あ、デージャス。DV、DV。1,2,3,4 バラリ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 
晴らしい。勇気見せたいな、やっぱりな。これも後で見れるから勇気ですよ。竹ちゃんコメント入ってない？え？竹ちゃんコメント入ってない？いや、今練習でしょ。ないの？今見られたくない。ピンタン来てるし、キッシュ。はいはい、ツイキャスもどんどん来てますね。ありがとうございます。拍手、はい、うっさうっさうっさって来ますね。誰誰？あ、キッシュ。キッシュ。さあ。続いて、原曲聴いていきますね、これね。これは、明日に向けてみんな行きましょう。はい、Go Go Go！ ワン、ツー、歌詞ある？歌詞ない。歌詞ってなかった？さっき歌ったよね。Go Go Go 先やったよね。うん。うん、あコピーがなかった。コピーがね。覚えてるんじゃないの？マシャが一人で頑張るしかないです。じゃあ皆さん一緒に歌いましょう。あ、いいね、持ってるじゃん。見えるか？みんなこんななり。でもみんな多分歌えば思い出さすね。歌える歌える。まあまあまあ流れで。流れでね。サビが歌えれば、サビが歌えれば。これなんだよ。Go, go, go.
しい。すごい大合唱、鳥肌が出ます。そこ満足。ビューティーより気持ちいいです。あかんやん。何を言い出すの。何を言い出すの。何を言い出すの。いやー、なんか気持ちいい。多分明日もう一回言いそうやったら、竹田さん、いい。明日もね。で、CD 聴いて練習するんですよ。全然違う。生いいな。やっぱ生がいい。このファミリーがいいな。これ怒られるやん、聞かれたら。はい、はい、ケインさんありがとうございます。キッシーもありがとう。キー変わったんだねって。キーはね、キーはね、キー変わったって言ってる人よく気づいたね。今は原曲キーで弾いてます。さっき僕は自分の声に合わせてキーを1音上げたんですよ、実は。よく分かってる、この人。セイジさんに、うん、当たってる、キー書いてるんだ。そうそうそう。ウルバナウルバ。いや、じゃあ次はもう夜遅いんで、締めくくりということで、ひまわりを。ひまわり大丈夫だよ。優しく。ひまわりもう1枚。1枚だけは。準備していってね。いや、もう2枚入れだから、何枚もう1枚入れた。また。演奏から曲に入るときはカウント1、2、3、4で入りますね。分かんない。大丈夫、やり始めたら追っかけるから。多分大丈夫。ついてく。止めろ。Yeah.
見てるよまだすごい20人見てる、まあ、20人いや20人まだまだ続く終わる終わる終わるはい里山さんありがとうはい新次さんもありがとうはい帰りまーすまったやーあと誰か一人あれエッチのお兄さんあ今来たなんでエッチなんだよおー演奏見なかったじゃあねーまったやー服忘れた落ちバイバーイよっしゃ、いやー、ええ放送やった。楽しかった。いや、後で中継見てみよう。どんな中継じゃないの？YouTube で。YouTube 見てみよう。